富士の国総研研究員久保ひとみ、県民代表として日夜県内を駆け回っている。本日の指令、食中毒が増えるこの時期、家庭でできる予防策を調べてくれ。富士の国県民愛。昨年の全国の細菌性食中毒の発生状況では8月が最も高い数値に。飲食店ばかりでなく家庭にも潜む食中毒の原因、この時期家庭でも十分な注意が必要です。やってきたのは静岡県環境衛生科学研究所。静岡県の環境と県民の健康を守るため、さまざまな試験や検査調査研究を行っています。こちらで普段使っているまな板の汚れを測定してもらいます。今日は ATP 検査といって、はい、細胞が、全ての細胞が持っているアデノシン三リン酸という物質を、検出する検査をします。食中毒の原因の大部分は洗浄不良による二次汚染。この検査で調理後のまな板の汚れや洗浄後の数値を測定します。まずは肉を切ったまな板は11万3334。このまま放っておくと菌が増えたりとか、いろんな原因になりますので。続いて台所用の洗剤で洗ってみました。その結果は7278。この数値は高いんじゃないですか。まだ少し汚れとして残っているかなと。さらに市販の除菌漂白剤を使ってみると、お、こちら311。これかなり綺麗になりましたね。はい、まな板に熱湯をかけることでも同じような効果が得られます。例えば使い分け、お肉、それからお魚、そして生で食べる食品を分けたりすると、とてもいいと思います。もう一つ重要なのが正しい手洗い。手のひらだけでなく、甲、指先、指の間、手首などをしっかりと洗いましょう。洗った後は十分に流すのもポイント。蛍光剤をつけた手をブラックライトにかざしてみれば、洗い残しの違いは一目瞭然。手の洗い方一つでこんなに打ち方が違うんですね。食中毒予防の3原則は、つけない、増やさない、やっつける。手洗いの徹底でつけない、食材はすぐ冷蔵庫に、増やさない、そして1分間の加熱でやっつけましょう。簡単な予防法をきちんと守れば防げる食中毒。三原則を守って食中毒予防に心がけましょう。今月はうなぎ長蒲焼きセットを5名様にプレゼントします。応募方法はご覧の通り。なお番組ブログからも応募できます。県民愛をクリック。富士の国県民愛は静岡県広報課がお送りしました。